鹿が帰ってくる。鹿！お前が帰ってくんのを楽しみにしてたんや。あれ？これが春高の高さ。スパイクサーブ？すげえ。 2.43 聖蔭高校男子バレー部。福宝工業高校、夏の総体と冬の春高、7年連続で代表になってる。オチ、春高のセンターコートは行きたないか。そんなに女子マネが苦手だ。コズコを行けよ。コズコとの練習試合に行ってよ。編集してきました。俺がお前を春高のセンターコートのマネージャーにしてやる。その上昇福宝に勝たん限り俺らは春高の福井代表にはなれん。先輩、俺春高行きたいです。セリのみんなと俺で春高のセンターコートでスパイク打ちたいです。春高本気で行けると思って目指すんですよね。 2.43 のネットはそのためなんですよね。聖蔭高校には不動の両軸がある。セッター拝島君近から展開される多彩なコンビバレーとエース黒羽ユニの爆発的な攻撃力。拝島！2.43 聖蔭高校男子バレー部。春高本気でいけると思って目指すんですよね。 2.43 のネットはそのためなんですよね。お前が加われば必ず全国に行けるチームになるって俺は本気で思ってる。お前にあげるトスは全部最高にいいやつにする。お前の全力を貸してくれ。俺を信じてほしい。知れって言ったろ。よろしくお願い申し上げ。竹祭り騒動、あんま騒ぐとは先輩たちに怒られるぞ。本気でバレーをやりたい。コートの中には全部あるんや。敵も仲間も。